今日の BFN セミナー始めていきたいと思います。This presentation is written in English, but、I'm sorry,、I'll speak in Japanese. はい。今日はこういうタイトルで話すんですけど、まあ、毎度おなじみの最初はイントロダクション、セルフイントロダクション、自己紹介から始まりまして、その後に最近の、まあ、ニューラルネットでコミュニケーションを取ろうっていうペーパーがいろいろ出てまして、その話をします。で最後に自分も関連する実験をなんかやっていたので、その結果をちょっとお見せしたいと思います。最初はまあ自己紹介です。小林宗介と言います。1993年2月4日までで、先月24歳になって、多分今も FN で一番若いんじゃないかなと思います。で、生まれは長野県の高山村っていうところで、岐阜の高山でも、群馬の高山でもなくて、グラビリティもちょっと低いんですけど、まあ、高山村っていうところに住んでいましたと。まあ、非常にど田舎で、まあ、これ見てる通り、まあ、この橋を渡ってもうちょっと山に行ったところに住んでて、温泉街だったんですけど、そこで、祖母が売り酒屋ですね、酒屋を営んでいて、そこでまあ育っていました。で、温泉街だったので、自分の家には風呂はなくて、毎日まあ温泉に通う。そういうまあ贅沢な暮らしをしていました。ただまあ、もちろん山奥なのでリスクというかリスクはあって、最寄りのコンビニっていうのは、この間測ったら、この大手町ビルから渋谷までの距離と大体同じですね。それくらいのちょっと、まあリスクを取らないと、こういうところには住めない。ただまあ非常にいいところで、まあ冬の景色もいいし、秋もこうであると。春も桜が見れて、まあ夏は、まあ軽井沢ぐらいには涼しいので、とってもいい場所だと思います。ぜひお越しくださいと。で、まあ、こんなのぞかなところで過ごしまして、小中はこの村で過ごして、高校はさすがに村にはなかったので、隣の市に行きまして、で、大学は仙台に行って、まあ、ちょっと地震があった年なんですけど、その年に独大に入学しました。で、まあ、電気とか情報系の学部に入ってたんですけど、その時になんか 3.5 年で卒業できるお得な制度みたいなのがあって、それを利用してなんか 0.5 年学費を減らして卒業をしました。でその後、2年間普通に修士をやって、今横崎研究室っていう言語処理の、まあ、今も自然言語処理のリサーチをやらせていただいてるんですけど、まあ、その研究をやっていました。ただまあ仙台、長野から比べれば随分と都会なんですけど、やっぱりこの結局研究室に入ったらですね、ここ仙台駅なんですけど、この町が広瀬川を境にくっきり分かれてて、このまあ青葉山と呼ばれる、こっちもやっぱとっても大自然の中に幽閉されて研究をやっていましたと。で、今まさについに、大都会東京に出てきて、プリファードネットワークスで働かせていただいています。で、さっきの幽閉されてた時期も、まあ一回インターンシップに出たり、あとまあアルバイトをしたりしていました。で、あ、趣味か。趣味は、最近まあ結構移り気でいろいろやってきてるんですけど、最近は長風呂が一番の趣味で、多分1日1時間ぐらいは入ってる。まあ、このイラストやよろしく、ずっとスマホをいじって、ワイワイやってるんですけど、あとたまにお酒とか、あとセブンイレブンのサラダボールとか持ち込んで、なんか楽しく長風呂しています。結構いいんですよ。ぷかぷか浮いて、いくらぐるぐる回しても壊れないし、とても楽しいと。であと、バドミントンは高校の時部活やったやつを、まあ、引き続きやってたり、あと寿司がすごい好きですね。あんま食欲ないタイプなんですけど、寿司だけは食欲を沸かしてくれる大事な存在ですね。あと、ポケモンを、まあ、ポケモン GO はやってなくて、ゲームをやったり、まあ、やってる動画を見たりしていると。で、あと、大学とか、まあ、昔とか、アカペラやったり、ギターやったり、楽器やったり、野球やったりしてました。まあ、機会があればまたやりたいかなと思ってます。はい。で、リサーチは、まあ、いろいろ、いつもやったんですけど、まあ、NFT の研究室で、まあ、いろんな現象の論理的な説明を与える話とか、あと、まあ、一分単位の処理じゃなくて、段話単位。複数の分にわたって、ディスコースを捉える話とか、まあ、あと対話のモデリングの話とかもやってました。まあ、でも、基本的にはなんか、途中からは、なんかニューラルネットっていうやつは、とっても闇が深いらしいと。とってもすごいのに、とってもよくわからないっていうのは、とっても胸を熱くするので、まあ、そこに入り込んで、だいたい2年くらい、ニューラルネットをずっとやってるっていう感じです。で、今日に至る。で、今日の話は、
ラーニングコミュニケーションウィズニューラルネットワークスということで、最近なんか ICLR とか NIPS とかそのあたりでニューラルネットワークで、まあ、マルチエージェント複数のニューラルネットワークがあって、その間で何か情報のやり取りをしようと、まあ、もう漠然と言ったらこれくらいのアブストラクトなジャンルなんですけど、そういうペーパーがいろいろ出てます。で、基本的にはもういちいちこの何でしょう、1って言え、3って言えとかそういう命令を押しありでやるんじゃなくて、ある、まあ、特定のタスクを解くために、まあ、そして基本的には強化学習でやっていくさなかで、まあ、自動的に複数の間でどういう情報のやり取りをすればいいかを学ぼうっていう話です。で、時として、まあ、ニューラルネットワーク、ニューラルネットなので、当然、普通の連続値のベクトルをコピーして送ればいいじゃんっていう話もあって、それとは別に、もう一個面白いってやつで、理算的なシンボルを送りたい。まあ、人間と同じように、人間は単語を、ほいほいほい、まあ、いわばワンホットベクトルとか送ったりするわけですけど、そういうこともしてみると、まあ、いろいろ、そもそもの言語とかコミュニケーションに関しても、そういう研究に関しても、まあ、非常にインスパイアリングだし、面白いよねと。あと、まあ、他にもメリットはあると思うんですけど、後ほど説明します。で、まあ、理算的な信号を送ると、まあ、ただでさえ、なんか教科学習使って難しかったのに、また信号自体も理算で全然バックフロップもできないみたいな話があるので、この辺のテクニックっていうのはいろいろ出てきていて、その話も少しします。はい。あ、ですね。コミュニケーションって言ったので、期待されている方ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、普通の電子通信でそういう話はしないと、物産学習の話もしないし、ヒューマン、人間自身のコミュニケーションの話もしないし、あと対話のモデリングの話もしません。はい。じゃあ、なんでコミュニケーションするのっていうところから始めます。まず一つは、まあ、分散学習の話にある通り、負荷、計算の負荷であるとか、それを負荷した結果の経験っていうのを返してもらう。そういうのをシェアすることによって、頑張りましょう。効率化された学習を行いましょうっていう話があります。今日はこれを話します。他に、なんか、マルチエージェントっていう言葉の通り、複数のポイントにそれぞれの、まあ、存在、ニューラルネットがいると。そうすると、それぞれでしか見えてこないもの、それぞれでしか受け取れない情報っていうのが出てきて、そういった観測を、まあ、やり取りすることで、まあ、メリットがある。また、それぞれの情報をマージしてこそ意味があるとかいうこともある。また、まあ、情報を集めた後に、じゃあ一緒に、全員で一緒くたになって行動、協調的に行動したのは効率的だよねっていう話があって、例えば、自動運転が2つあって、信号のない交差点の時も、両方でブレーキかけたら無駄です。かといって両方で行っても偉いことになるので、まあ、片方だけ行こう。左側のやつは行け。片方は止まれ。みたいな協調性みたいなのもコミュニケーションによって獲得できればいいなと。そういう話ですね。あとはまあ純粋に、ニューラルネットのコミュニケーションはどうでもいいけど、人間の言語はどう生まれたのか。そういう研究にもまあいろいろ役立つことはあるという話があります。はい、ここからちょっと、とつとつと、何でしょうね、最近の研究の中のタスクであるとか、そういったもののエグザンプルをほいほい出していくんですけど、あんま詳しい構造の話はしません。お許しください。例えば、NIPS に出ていたうちの一つのペーパーでは、まあ、今度は連続値でもうコミュニケーションを取ろうと。まあ、機械なので、当然、全然普通にコピーを行えるので、まあ、そのままもう、離散信号とかじゃなくて、完全に情報をダメにやるとできる。だから、例えば、こういう車ですね。こういう交差点において、それぞれのやつは周りしか見えない。で、また自分はまっすぐ行きたいか、左に行きたいかとか決まってる。で、そういった情報を、まあ、中央集権的にバーンって集めて、あいつはこっち行きたいらしいから、ここで止まってやろうとか、そういうことをしようっていう話があります。例えば、こんな感じで、光った瞬間っていうのはブレーキをかける瞬間ですね。なので、それぞれ早く通り抜けたいんだけど、ぶつかりそうなときは、ストップをかけるみたいなことも、これ強化学習で学習を行っています。これ、窓。ですね。まあ、これも、読みやリインフォースで学習を行っています。まあ、うまくいった時の行動の確率を上げるっていうことですね、シンプルに言えば。他にも、いろんなタスクが考えられていて、まあ、バカバカしいと思うかもしれないですけど、例えば、レバープリングタスクっていうのは、これは、500人ぐらいエージェントがいるんですけど、その中から5人、ポイって取り出されるんですね。で、一斉ノーデで、
ポイって一つレバーを5つのうちどれか選ぶ。で、被ったら負けみたいな感じです。だからちゃんと順番に、例えば、お前 ID2 なんだから一番下のやつで、俺4だからじゃあ2番目とか、そういうコミュニケーションを取ってくれ、みたいなことも、こういう実験も行われていて、実際にうまく学習できていきます。で、さて今、コンティニュアスなコミュニケーションの話したんですけど、まあ、基本的にはやっぱり、連続値を扱ったまま、情報が全く、何でしょうね、減らないし、バックフロップもできるしと、まあ、ウィンウィンなんですけど、ただ、まあ、ディスクリートのコミュニケーションにもいいところあるんじゃないかと、一応思っていて、例えば、まあ、圧縮性ですね。まあ、連続値よりも離散値の方が圧倒的に、まあ、基本的には圧縮していて、データ量が少ないので、まあ、回線があんまり使えないとか、そういうシーンでもいける。また、離散値っていうのは本当に、まあ、ピーキーにパンって情報を出せばいいので、ノイズにも基本的には強いかなと思います。他に、あと連続値だと、ちょっとした、まあ、事例のノイズであるとか、やって、まあ、学習じゃないですけど、まあ、学習はうまくいかないときもあるんですけど、離散値に落とし込むことによって、まあ、生息化であるとか、一般化、抽象化みたいなことが学習されるのではないかと、精度が上がる可能性もあるという話。他に、連続値のベクトルを出されても、人は何が起きているのかさっぱり分からない。まあ、TSNE で可視化するとか、そういう話はあるんですが、そうではなくて、単に、ベクトルが出てくるんであれば、あ、このワンホットの時はいつもこういうことしてるな、まあ、解釈性がすごい高いことが、挙げられます。あとは、まあ、最後に、基本的に人間とかのコミュニケーションは、まあ、音声は最初は連続値なんですけど、まあ、言語という括りでは、離散値を発するので、そっちにとってはやっぱり離散値で研究してくれた方がいろいろわかることが多いという話があります。まあ、こういう言い訳をした後に、まあ、とりあえず、まあ、ぶっちゃけ離散信号を送った方が面白い、実験として面白いのでみんなやってると思うんですけど、まあ、ここからは離散信号の話をします。はい。今度は、これまた NIPS に出た別のペーパーなんですが、バイナリのシーケンスを送ると。さっきは連続値のベクトルをホイって1回送ったりしたんですけど、今度は、まあ、1001とか、そういうのを送りましょう。で、これのタスクとしては、例えば、この片方が M 字との画像を持っていて、もう片方に向かって、自分の画像の情報を送ると。で、相手側は、4ビットを受け取った後に、相手の画像の数字を当てなくちゃいけない。クラシフィケーションしなくちゃいけない。っていう感じですね。そうするときに、まあ、トレーニングのときは本当にビット、バイナリーを送らなくちゃいけないんですけど、まあ、単純には、さっきみたいに、まあ、本当にとことん情報学習で解くっていう方法もあるんですけど、もう一つ面白い方法として、ノイジーな連続スペクトルをトレーニングの間だけ使うっていう方法があります。はい。これはどういうものかっていうと、ディスクリートリニューライズドユニットって呼ばれているものなんですが、ある信号を、じゃあ、ある入力に対して、まあ、信号移動をかけて、バイナリー1と0に持っていくんですけど、その時に単に信号移動を取ると、まあ、間の 0.5 とか 0.7 とか 0.3 とか、普通に連続値を取っちゃって、まあ、インファレンスの時のバイナリー値と全然、まあ、対応が取れない。ただ、トレーニングの時に、ノイズを乗せてからロスしていく。まあ、信号移動にかけると。そうすると、信号移動バースってこういう形してるんですけど、こういうって言ってもわかんないですね。こういう S 字型してるんですけど、すごい右側とかすごい左側に行くと、さちるんですね。つまり、真ん中の辺でノイズを受けちゃうと、すぐ値が変わっちゃうんだけど、右とかすごい左に行くと、全然値が変わらない。だから、もう安定して情報を送るためには、まあ、おのずと0か1とかの方に、まあ、スケールが大きい方に、頑張っていくっていうトレーニングが行われて、で、これをトレーニング中に行うだけで、インファレンスの時は、単に普通に、この0より大きいか小さいかで、1か0かっていうバイナリーを行っても、ちゃんと学習がというか、演算が行えるっていう手法が提案されています。ですね。実際、例えばこのさっき言ったエムニストの自分の数字を相手に送るっていうやつ。この青いものが、青い線が表学習オンリーでやったやつなんですけど、緑のやつはさっきのノイジーなコンティニュアスでトレーニングをして、実際のテストの時はちゃんとディスクリートなバイナリ化して送るっていう実験です。まあ、一番上まで行ったら OK。一番 OK っていうか、良かったって話です。で、実際4ビット送るって言ってたんですけど、
じゃあどういう、画像でしょう、各数字を表現するときにどういうビットを送っていたかっていうプロトコルも分析ができて、1、2、3、4ってステップがあるんですけど、ちゃんとどの0から9までの数字で全く被りのないように、まあ、符号化が行われているっていうのも、これまあ自動的な学習で獲得されました。スイッチリトルはちょっと、これは難しいので、一回飛ばします。他にも別の人が、Guess Who Experiment で、まあ、人のイラストなんですけど、人の顔画像が4つくらいあって、相手が今度1枚だけ持ってる。で、なので相手に何か質問のメッセージを投げかけて、相手がイエス、ノーだけ答えてくれて、っていうのを何回か繰り返す。っていうことをやると。この時にイエス、ノー自体はバイナリなんですけど、質問っていうのは、なんか4種類ぐらいから選べる。8種類ぐらいから選べるってことで、今度は複数なんですね。すると今度ソフトマックスパスを使いたくなるんですけど、ここでもさっきの DRU っていうのを使えるっていう話が提案されていて、もうそっくり一緒ですね。さっき、ロジスティックの値に対してノイズをかけているのに対して、これがベクトル、横の各メッセージのクラスのベクトルに対してノイズを乗せる。で、これは全く、著者らは述べてないんですけど、ちょっと自分の考えで、このまま DRU をソフトマックスに拡張すると非常に似ているなと。似ているっていうのは、アンベルソフトマックスっていう、これまた全く別の文脈で提案されたものがあって、まあ、全く別っていうかですけど、まあ、あれだとはいざ知らず、上のところで、提案されたもので、そうですね、これは、ソフトマックスを取るときに、まあ、ノイズを乗せてからソフトマックスを取る。まあ、これをアンマックスを取ると、元の分布からサンプリングをしたことに相当するって言われてるんですけど、まあ、こういったガンベルソフトマックスっていう方法も提案されてました。で、これが、見ての通り、元の分布に対して、ガンベル分布から取ってきたノイズを乗せる。で、元のはノーマルディストリビューションを乗せる。で、もうほぼそっくり。で、まあ、分布も比べてみたら、こっちはガンベルですね。こっちがガンベル分布で、こっちがノーマルディストリビューションである。なんか、まあ、もちろんハイパーパラメータの関係もあるんですけど、めちゃくちゃ似てると。だからおそらく、まあ、彼らは何も述べてないんですけど、まあ、どっちがいいか。悪いかというか、まあ、その間のコネクションみたいなのは、後々示されるんじゃないかなと、自分は思っています。で、まあ、このさっきは、結構直感的に、まあ、こうやったらノイズに強くなるようなって話を自分はしたんですけど、おそらく、この思考自体も、結構、まあ、セオリティカルにもっといい方法、みたいなのはあると思っています。はい。で、次、タスク、さっきまでなんか、すごい画像とかタスクとかを解いてたんですけど、もうちょっと現実の画像についてメッセージを送ろうっていう話もあります。今回は、これはイメージネットの画像の中で、まあ、100ラベルぐらい、犬とか猫とか車とか飛行機とか、あるこれあって、その中から2つ別のラベルの画像を持ってくる。犬と猫みたいなのを持ってくる。で、片方は、この画像を見て、オラーと、まあ、単語は今度、ワンホットで送る。ワンホットっていうのは、まあ、ボキャブラリーが100個であるとか、10個である。うちの1信号だけ送れる。で、そうしたら、今度、レシーバーと呼ばれる人が、この画像の順番をシャッフルされちゃうんですけど、この信号と画像2つだけを受け取る。じゃあ、その信号は、どっちを指してるんだろうな、っていうのを、まあ、予測する。っていうのをひたすら繰り返すわけですね。で、そうすると、まあ、思惑としては、まあ、犬が来てた時には、犬の信号を送ってとか、そういうことを期待してる。で、実際、まあ、犬なのかどうかはさておき、まあ、58個ぐらい、100個用意しても、100個の単語は全部使ってくれなくて、だいたい60個ぐらい使って、100%、このどっちかを当てられるようになったり、あるいは、非常に面白いのは、アグノスティックフォーム。こっちはフォーム、なんかセンダー、すいません。画像を見て情報を送る人は2種類あって、1つはこの画像を比べながら情報を送る。だからまあ、リフを取るような情報を送ることができる人と、それぞれからの信号を、まあ、最終的に出し合わせるだけでシンボルを受けなくちゃいけないっていうのがある。で、こっちで学習した時っていうのは、なんかボキャブラリーも100個使っていいとか10個使っていいとか言っても2個しか使ってくれなかった。
で、著者たちはなんか、この生き物と無生物みたいな、ざっくばらんな情報を送ってるんだとか言ってるんですけど、まあ、ラベル100個もあるので、そんなんじゃ絶対 99% にはならなくて、基本的にはおそらく、これは仮説なんですけど、お互いのレシーバーとセンダーの中で、ある基準となるベクトルみたいなのが案にシェアされている。そして、センダーは、そのベクトルに対して正解の画像っていうのが近いかどうか、近い方かどうかっていうだけを送ると。そうすると、近い方、遠い方で、2つの単語だけで済むので、まあ、2つの単語で学習されたんじゃないかなと、自分は思っています。はい、ちなみに、この時も、画像の、エンコーダーっていうのは VGG ネット、プリトレインされたものを使っています。で、他にも画像の、メッセージの話はあって、次は、今度は、さっきは1単語だけ送ったんですけど、今度センテンスを送りたい。シーケンスを送りたいっていう話があって、まあ、普通の、言語モデルというか、のように GRU で1単語を選んでは次に1単語を入れて、また1単語を出してっていうことをひたすら繰り返すように情報を送りたい。で、この時は、まあ、さっきとは違って、今度はガンベルソフトマックスのエスティメイト、ストレートするガンベルソフトマックスエスティメーターっていうのを使ってるんですけど、これも、理算的なワンホットを取るんだけど、バックフロップがしたいっていう、まあ、欲張りな人のための手法で、まあ、ワンホットを取る、ワンホットを取る前に、まあ、ソフトマックスの部分からアグマックスを取る。一番高いやつはどれですかって言って 0.7 とかなんですけど、0.7 なんだけど、前に、フォーワードフォーメーションの時は、それを1だとみなして、フロップする。まあ、そういう、ちょっとずれてるけど、まあ、それでも学習は行えるっていう手法があって、まあ、それを使ってます。で、この、実験では語彙を1万ぐらい使っていて、さっきに比べてめちゃくちゃ大規模にやってるんですけど、で、学習させた結果、こっちもですね、画像をたくさん持ってきて、ある1枚の画像をどれですかっていう問題をひたすら解かせる。で、そうすると、なんかどうやら、5747って最初に言ったときは、動物を表現してるらしい。でも、4番目ぐらいに5747って言っても問題がダメらしい。とか、5747の後に5490って言うと、しましまというか、キリンとかシマウマが出てきたりする。一応、結構面白い分析ができていて、まあ、言語が結構この概念クラスにグラウンディングされているような感覚がある。ただ、こっちも一応、その一般物体認識で訓練された VGG ネットを使っているんですね。なので、そもそも画像のフィーチャー自体が、このまあ人間の概念空間にエンベリングされているようなもんといえばもんなので、それをきれいにまあ分けようとすると、のずと、まあ何かしら、なんていうか、まあ、マッピングされるのはそうなのかなともちょっと思います。はい。で、他にも、こっちの人たちは全くコミュニケーションって言ってない別の文脈なんですけど、自分はそういう、共通点があると思っていて、キャプショニングの分野で、特に、リファレンスエクスプレッションって言って、まあ画像の中で、一つの画像の中であるバウンディングボックス、まあある人物とかあるものとかを指し示す。画像全体に対するキャプションじゃなくて、まあ、識別的にキャプションをつけるっていうものがあって、そっちの方で今と同じことができるっていうことが、まあ、大体言われている。普通だと、このバウンディングボックスに対して、キャプションを生成するとか、あるいは、正解のキャプションを用いて、どのバウンディングボックスですかっていう、まあ、コンプリヘンションのタスクとジェネレーションのタスクって別なんですけど、これを同時に学習する。だから最初は、このバウンディングボックスは、レッドシャツですよ、みたいな、正解データに対してひたすらジェネレーションする。で、同時に、レッドシャツって言われた時はこの人ですよっていう、コンプリヘンションもひたすら学習する。で、最終的には途中から、必ずしもグランドトゥルースのキャプションを出さなくてもいいので、ジェネレーターが出したキャプションに基づいてさっきと同じ。自分はこれを見て何か言って、相手はこれを選んでくれる。で、共学習を行うってこともできて、こっちの方がまあ一歩進んでるかなと自分は思います。で、CVPR でも実際、まあそれに基づいたようなものが一斉にパッと出ていて、まあ面白いなと思います。で、こっちは、やっぱ最初に膨大なキャプションデータ、自然言語で書かれたキャプションデータを使ってるので、やっぱこの共学習みたいなことをした後でも十分に人間の解釈ができるので、これもグラウンディングは取れていて、見ていて面白い。で、最後に、自分の実験についてじゃあ話します。
まあ、これ今までいろいろあって、ほとんどが大体識別というか、ある情報を送ってどれですかっていう分類を解くっていう話だったんですけど、自分はこのペーパーたちを読む前になんか全く別の思いつきで実験をしていて、なんかオートエンコーダーはコミュニケーションであるっていう持論がなんか生まれてきたんですね、ある日。で、何を言ってるかっていうと、さっき言ったように情報を何か送って、相手が解釈して、生の情報をまあイメージする。っていうのは、まあ情報が圧縮されて、おお、入ってくる、オートエンコーダーだっていうことを思っている。なので、まあ、オートエンコーダーの中で、特に、理想的な系列を送ったときっていうのは、まあ、めちゃくちゃ言語っぽい、など思って、なんかいろいろ実験をしてました。で、そのうちの一つがこれで、例えばさっきに合わせて、じゃあ、バイナリの信号を送ろうと。で、今回は10単語を送っている。なので、こんなのですね、この画像を見たら、ユーロネットが00101100みたいなことを送る。そうすると、レシーバーの方のユーロネットが、こんな感じですかみたいな感じで書く。で、書いたら、これとこれの間のロスを取る。で、そのひたすら学習を行っているんですね。で、ちなみに今、2を10個なので、右には1024通りパターンが描けるはずで、もちろんアッパーバウンドはあるんですけど、まあ、十分にロスは下がっていく話です。で、さっきまでとは違って、今度はエンコーダー、画像のエンコーダー自体も完全にランダムから訓練しています。はい。で、そうすると、こんな感じで、これ多分もうちょっとが全然訓練うまくいくんですけど、これが生の画像ですね。これについて、例えば一番左のやつだと、これですね。1111001011みたいなことを言うと、相手がその上のちょっとぼやっとした0を書いてくれる。その右でも、60111100101みたいなことを言うと、また6書いてくれるんですね。ちょっとまあぼやっとするんだけど、書いてくれてる。で、他にも、まあ、真ん中の3と5、上が3になって、本当は5って言ったのに、上では3になっちゃってるんで。こういう相互が発生しているような現象っていうのを見受けられて、面白いなと。で、あ、そうですね。これは狂ったような画像が出てきたんですけど、今回、リスナー側ですね。だから、1024パターン、何を言われたかによって、どういう絵を描くかっていうのは、まあ、決定的なんです。なので、それをちょっと分析しようと思って、全パターンをバーッと出して、網羅したのはこれになります。まあ、これちょっと見づらいので、アップします。これは左上から、右に向かうに順連れて、まあ、0が10個から最後が1になって、その後10になって11になると。まあ、インクリメンタルに増されていると。そうすると、きれいに、まあ、最後の1単語は、1ビットがちょっと変わることに。まあ、どんどん、まあ、インターポレートじゃないけど、ふわーっと変わっていく。これ非常に面白いなと思います。で、実際見てわかる通り、まあ、1とか7が上の方で、だんだん9とか4とか、6とか5とか、これ完全にラベルなしでもちろん訓練してるんですけど、まあ、人間でも読めるような解釈になっている。これがまあ、ふわーっと、ふわーっと下がっていって、33330050000002、わーってなってる。で、一番下まで来ると、全部1がなっているっていう信号ですね。この時は、こうなっている。そうですね。あ、ちなみに縦のシフト。1個、右に行くのはインクリメントなんですけど、縦のシフトはちょうど32個並べているので、前から5番目にプラス1すると相当しています。で、まあ面白いのは、まあ、画像、イメージの画像セットを考えたときに、まあ、いろんな数字があるんですけど、基本的にはやっぱ線と丸ですよね。それでどう表現されるかが結構変わってくる。で、今回の信号を全部1を送ったときは、もうめちゃくちゃ丸描いてるんです。で、全部0を送るとめちゃくちゃ線描いてる。完全に、まあ、本当に正反対の、まあ、イメージ通りのイメージがなんか、この信号にも獲得されていて、これ非常に面白いなというのが感じました。で、また、一つ重要な発見ですが、さっきは後ろから順にインクリメントしていたんですけど、もし前から順にインクリメントする。前の方のメッセージを変えちゃうとどうなるかっていうと、こんな感じで、さっきはすごい綺麗にインターポレートされていたのに、こっちはなんか一つ変わっただけで、ああ、なんかコロコロ変わっている。なので、基本的にはやっぱり、
前の方の情報の方が大きい、アブストラクトな、まあ、ラベルじゃないですけど、そういった情報、重要度の高い情報っていうのをパッと見ていて、いるんじゃないかという感想です。はい。まあ、そんないろんな実験をしたりして、ああ、面白い面白いってやってるんですけど、まあ、今回話したのは、まあ、いろんなペーパーが出てる通り、タスクから、もう完全に全く教え込まなくても、あるタスクを、まあ、コミュニケーション、経路だけ用意してあるから頑張って解けよってやると、まあ、不思議とうまいこと学習してくれる。またそれは、離散信号でも、何とかなりますよ。最近そういう、離散信号の場合でも、ちゃんと学習が行える仕組みっていうのは提案されつつあります。で、また、そうですね。実際、まあ、総括したっていう、呼ばれるかもしれないですけど、総括したニューラルネットの記号というのは、まあ、そもそも普通に分析してもわかるし、まあ、あらかじめの、まあ、訓練されていた CNN を使うだとか、リアクションを使うだとか、そういうグラウンドトゥルースとちょっと関連つけて訓練することで、より解釈性は上がるかな。で、まあ、何よりいろいろ面白い。ただ、最初に言った通り、ニューラルネットは基本的に連続値でコミュニケーションができると。で、なんか圧縮性が高いとかでも言ったんですけど、まあ、かといってそこまで圧縮する必要があるかっていう話はあって、この完全にまあディスクリートな方法、まあ、めちゃくちゃ面白いんですけど、その応用先っていうのは、ということはちょっと思っています。はい。以上です。ありがとうございます。仕事のビットは、その形状をそんなに表現してなさそうなんですけど、はい、ここは、じゃあ、それ普通に考えると、就職しているようなことなのか、特定のビットが例えば、傾いているとか、そういうのがそれはですね、多分、ずっと眺めてくると見えてくると思うんですね。いろんなニューラルネットの実験に言えるんですけど、やっぱ、見えてくるものはある。人間もニューラルネットなので、わかる。シンパシーが多分伝わってくるんで、わかるんですけど、でも、現状はやっぱりまだ分かってないですね。まあ、MNIST、うん、そうですね。まあ、ちょっと斜めってるなっていうのは、多分、多少は、まあ、インターポレートされてるように、まあ、グラデーションに人間が認知できるってことは、おそらくそういう傾向は、どっかにピーチャーはあるんですけど、まだちょっと発見できてない。実際今、ビットをインクリメントしてるって言ったんですけど、で、まあ、並べちゃってるんですけど、並べてるのは、なんていうか、形式上並べてるだけで、例えば、こことここは、下2桁が、あ、ここって言ってもわかんないですけど、一番左側のカラム2つを見てるときに、一番左側っていうのは、下2桁が00。で、その1個右っていうのは01なんですね。つまり、1ビット違い。で、その次っていうのも、1個上がるので、10になっちゃうんですね。なので、この一番左の行と、左の列と、2番目の列っていうのは、1ビットが変更してるんですけど、その、さらに右に行くと2ビット変更してることになって、必ずしもこの、隣接性というか、っていうのは、その、実際の直感と合っていない。ので、このまま分析を重ねていいのかっていうのも、本当は疑問の残るところですね。思いつきなんですけど。はい。プレイコードプレイコード整数で整数を表現普通に値を上げるじゃないですか。なのでそういうふうにたまに複数のビットが入れ替わるような変化が起きるんですけど、プレイコードっていうのはそうではなくて任意の2つの整数、その1つしか違わない整数の間で1ビットしか違わないってがあるんですね。それを使っても並べると任意のありがとうございます。それちょっと並べてみたいと思います。はい、ありがとうございます。これビット数を落としてるの？あ、そうですね。まあ、めちゃくちゃ網羅的に実験したわけじゃないんですけど、なんだったかな。2ビット。そうね、ちょっとこの、ビット数を落とす実験はしたいんですけど、8単語を2回しか送れない。っていう実験をやっていて、そうすると、基本的には64パターンしか送れない。
その値になると、やっぱ全然学習は難しいというか、明らかに学習された結果を見ても、まあ、うん、うんという感じですね。めちゃくちゃぼやっとしてたり、すごいなんか、科学習じゃないですけど、このパターン、まあ、あんまり数字みたい、今みたいにインターポレートされてきれいな形にやっぱりなんなくて、程よい表現空間を多分用意してやる必要はあります。実際これを2を20個だか30個だか並べて学習させると、それはやっぱり今度学習が結構難しくて、あまりうまくいかないみたいな現象もあります。はい。遺産記号のアルファベット数を今右から増やすのと、はい、長さ自体、メッセージ帳を長くするのって、このコミュニケーションの問題で見た場合、それぞれでどういう違いもあるんですか？送る情報量の違い。そうですね。そこはかなり面白いところで、で今、まあ、順々に来たとき、まあ、これは RNN で変更してるんですけど、やっぱり RNN が、まあ、コンポジショナリティを司ってるわけですよね。なので基本的には、この語彙数が少なくて、たくさん送信するっていう方が、まあ、反過性能が高いというか、だと思うんですね。科学習は非常にしづらい。ただ一方で、やっぱり、長いシーケンスをそのコンポジションするのは、やっぱり非常に難しくて、学習自体は、32単語を2回送るっていうやつも実験したんですけど、そっちの方がやっぱ学習でうまくいきますね。こっちはもうちょっとチューニング、ある程度頑張らないとうまくいかない印象があるんですけど、このように声質を取った方が、パッパッと送った方が簡単に。もう一つ質問で、このメッセージの前後で、前の方と後ろの方で意味が違うっていうのは、はい、RNN のデコーダー側の RNN の構造に依存していると思うんですけど、例えばまあ人間は前から後ろからですけど、RNN やろうと思ったら前からと後ろから同時にあったりとか、なんかいろいろバリエーション取れるじゃないですか。そうですね。そういうことって試してみたりとか。ああ、試してないですね。今は完全に、前から順に送るし、相手もこの順で読んでますね。だからもし例えば、前から送るんだけど、相手は後ろから読むとかすると、また違う性質がもしかしたら出てくるのかもしれない。それはちょっと確かに面白いですね。CNN とかでも実際読み取れるはずで、そこは検討の余地ですね。ありがとうございます。その場合、例えば、1次元のメッセージじゃなくて、2次元とか、N 次元のテンソルみたいなやつで送るっていうのも、一応機械だったんですけど。そうですね。すごい。超次元的な、なんか存在のコミュニケーションが。はい、ありがとうございます。そうですね、ただ、ちょっと完全にこの1024パターンが実際の、例えば、普通にトレーニングの画像を与えたときに網羅されるかっていうのは検証したいんですけど、この全画像を見る感じだと、まあ、おおむね、なんというか、本当にありえない画像が描かれるってことはない。ので、ある程度、まあ、頻度が低いような分、メッセージが来たときも、まあ、ここがまあ反過性能だと思うんですけど、なんとか、ある程度最低限の画像っていうのは描くようになる。センターは一般的にレシーバー側の情報を知らないでコミュニケーションが成立させるような学習をされるんですか？あ、そうです。だから一般的には何を最適化しているのか、つまりつながったものをリブコロードのつられしまうと知っているのか、何を最適化しているのか、センター側は。はい、センター側は、はい、画像そうですね、まずまあ画像の変更だ。画像をベクトルに直す。ベクトルからどういう系列を出すか。で、どういう系列を出すかっていうのは、まあ、最初は全くレシーバー側とセンター側でコンセンサスが取れてないわけですよ。こういう画像の時に一応出すとか、そういうのは全くコンセンサスが取れてない。ただ、まあ、最初はもう本当にほぼランダムに送られる。1とか送る。で、ランダムになんか描くと。あ、まあ1って言われて1のつもりで書いたらうまくいったと。ということで、だんだん、まあ、結果的にこの、まあ、デスルーラー、
ていうとあれですけど、毎回試行回数をひたすら繰り返して、その中でだんだんコンテンツが集まっている。こっちは何が先端？先端側にとっては、レシーバーは最もうまく描けるようになる記号列を出すよ。プラジェントビジネスを使っていると思うんですけど、うまくいった場合、どこでいかなかった場合で、それぞれどっちの方が。あ、そうですね。それはもう完全に結構ミニバッチサイズを広く取っていて、平均も取れるんですね。なので、まあ、全体からすると、ちょっとだけうまくいってる方に動いてる。うまくいった場合には、その記号をもっと出すように。うまくいった場合には、とにかくそれから離れるように。ですね。ロスの、まあ、逆方向がリボードみたいになっていて、うまくいって、ロスがめちゃくちゃ小さいときは、その確率をもっと今度上げていこうと。リバクシーがお互いに、お互いじゃない。センター側で行われる。それがわかんない。ロス、今レシーバーがうまくいったかっていう情報だから、レシーバーの計算入っちゃってる。あ、まあ、そういえばそうですね。まあ、ラーニングの時点では、確かに学習時点で、一回テストした後に、ああ、答え合わせっていうことは実際行っているので、完全にもう全く離れているわけではないです。なので学習したいも本当は遺産信号で、俺はこうなんだよって、口のメッセージみたいなのを送って学習できるかっていうのは、それまたすごいエキサイティングですね。まあもう学習時は、まあ、裏技コネクションじゃないですけど、楽屋裏では学習ができるっていう設定なんです。はい、紹介された CLR のエマージェントリーなんで、著者の方々のバックグラウンドというのは、モチベーションが その本当の言語の起源というのを知りたいと思って、始めていくとか、こういう技術的な応用が面白いことができそうなのかというふうに。あ、そうですね。はい、まあ、自分、恥ずかしながら、まあ、著者の完全にもうヒストリーを見たりはしないんですけど、まあ、論文の上では一応やっぱり、この言語との、まあ、言語創発のメカニズムにも役立つみたいなことは、まあ、この人に限らず、他の人も結構言うんですけど、多分、これは非常に邪推なんですけど、あんまり本当に真剣に考えてるって感じじゃなくて、去年はやっぱデュアルネットで面白いことをするっていう方が、すごいインスパイアされてるんだと。ただまあ、その実際、ちょっとあんま深く読み込めてないですけど、まあ、昔からこの言語創発自体の研究をやっている方の中でも、ニューラルネットを使ってモデリングしようっていう流れはあって、なのでまあ、まあ、わさびじゃないですけど、こういう実験自体が全く筋の悪いってことは多分ない。お互いにとって。はい、じゃあ、よろしい。はい。あ、この時の画像、この時のロスは、クラシフィケーションですね。あ、クラシフィケーションね。これ、センター側とレシーバー側で、同じ画像を見せて、両方がエンコーディングして、そのコードのサブをロスとして考えると何か起きそうですか？赤ん坊が子供を、犬見てくれ、犬って、親が猫って、そこでそうやって覚える。あ、こちら側も、まあ、何かアドルト出して、おそらく、まあ、コンティニュアスな空間でマッチングを取る分には、学習はすごい容易にうまくいくっていう直感はありますね。ただ、2、3地での一致を図るというか、そういうリボードを与えたときにどれほどうまくいくかというのは多分かなり難しいです。ただまあその間じゃないですけど、合間の実験として、今これセンダーとレシーバーはっきり分かれてるんですけど、まあ、こっちの人もこっちになんか、毎回ターンをスイッチするような学習をするともっとうまくいくとか、そういう可能性もあります。あ、さっきの話もどういう意味ですか？最初の方が
はい。あんまり学習も日本語やってやってるからってあんまり分かってない。では、アレルギーに頭が出てくるから、そうすると。そうですね、直感的にはやっぱり RNN に最初に画像をエンコードした結果が最初に RNN に入ってそこですぐ出せて、なのでそうですね、画像から直結したインフォメーションを出しやすいっていうのはあると思うんですけど、ただ一方でリスナーは前から順に読んでいって今度は後ろが最後に入力されるわけですよね。なので最後の方の記号の方がレシーバーは受け取りやすいっていう考え方もあるような気がしていて、ちょっとそこの、まあどっちがどっちなのかっていうのは面白いところですね。コミュニケーション研究って RNN、CNN。そうですね。私もめちゃくちゃ調べたわけじゃないですが、ただまあ RNN を使うのは基本的には主流だと思います。というのは、やっぱり主にまあ動物人間だと、やっぱこの一軸方向のシグナルしか行えない。なんだか。まあ、CNN だとしたら、まあ、それこそ、本当に、連続値のようなものを送ってるなら、この二次元構造になると思うんですけど、ではないので、去年やっぱ、モチベーションが言語の解析みたいな方にある人は RNN を使っていると思います。二次元構造のシグナルを送れると思うんですが、そうですね。そうですね。手が20本あるとかやれば、なんか、こういう手取りかもしれない。和音で発音する人。ああ。なるほど。和音出せる人は、確かにいたら面白いですね。それが、そうでなくとも、まあ、集団での協調性がすごい高くて、それぞれが20人いたら20人別々の信号で一斉に信号をくれるとか、そういう生物ももしかしたら、ちょっと、わからないですけど、いるのかもしれないですね。よろしいでしょうかね。ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。終わりです。